皆さんこんばんは。さあ茶碗クラブなんですが、はい、私たちの着ているものがいつもと違うと思うんですが、はい、なぜこの服を着ているかというと、6月1日から9日まで地球にいいことを考える SDGs の1週間です。題してグッドフォーザプラネットウィーク、略してグップラです。 STV がお送りするさまざまな番組を通して皆さんと一緒に地球にいいことや人にいいことを考えていきたいと思います。ということで、はい、久保さんは何か地球にいいことやってますか？地球にいいこととまで深い考えにはなってないとは思うんですがお野菜をできるだけ保存して食べるようにしてます。例えば、一人暮らしだとお野菜を買ってもちょっと余ってしまうことが多くって、お味噌汁に入れたりお鍋にしたり工夫はしてるんですけど、最近一番いいなと思ったのが浅漬けにすることです。特に白菜の芯の方とかちょっと硬い部分もしみしみになると柔らかくなるので保存パックに入れて保存してます。じゃあ日持ちもするし無駄にならないっていうのでやってるんだ。飽きずに食べられるっていうのでやってます。村雨さんは何かやってますか？私は自宅での過ごし方が結構グップラだなと自分では思っていて。どういうことですか？何もしない。もう電気もつけないみたいな。電気はつけてる。ごめん電気は使ってるんだけど、はい、でも例えばこう車でどこかに行くっていうこともないし、その出かけた先でいらないお洋服を買うっていうこともないし、何かテイクアウトして買ってくるってこともないから、何もしないっていうのも意外にグップラなんじゃないかなって。なるほど。でもこの何もしないっていうのもグップラなんじゃないかっていうのはカズレーザーさんが言ってたって宮永アナウンサーが言ってた。すごい人づてに。だからきっとそっか、考え方次第でいろんなことがつながるんだなっていう風に思った。確かに私ももちろん疲れてる時とかお家でゆっくりしたいなって時はあるんですけど、やっぱり何もしないで終わってしまうのがもったいないなと思っちゃうので、それは苦にはならないってことですもんね。私はね全く苦にならないの。どういうタイムスケジュールで一日を終えるんですか？もうまず寝るでしょ、夜、はい、で起きたい時に起きて、食べたい時に食べて、見たい時にテレビを見て、はい、読みたい時に本を読んで、食べたくなったらまた食べて、はい、っていうのってなってと一日終わる。すごい。結構アクティブだもんね、常に外に出てる。そうですね。いやそんなにずっと外にいるわけじゃないですけど、でも1日のうちに1回は出てますね。あ、何かしらお買い物に行ったりとかもそうですし、 あとはちょっとお散歩したりとか。確かにあんまりこう家にじっとしてるイメージないね。ね、じっとするのがちょっとなかなか厳しいものかって、はい、ちょっとアクティブに動いた方がなんとなく充実感を1日を終えた時にあるなと思ってます。まあ、体を動かすのもね、いいことですね。はい、そうですね。運動してるんだっけ？運動結構してるんです。何してるの？筋トレをしていて。前も多分茶番でお話ししたんですけど、家でできる動画サイトとかを見ながら、例えばお尻とか背中とか部位ごとに鍛えられるのがあって、いろんな動画を見ながらやってるんですけど、プランクってわかります？あ、なんかこうさついて、はい、そうなんですよ、体の一直線になってみたいなやつがあるんですけど、私最初5秒くらいしかできなくて筋力がなさすぎて、今1分くらいできるようになったんですよ。すごい。まあ、確かに私も家で筋トレしてる時間はグップラかもしれない。そうだよ、外に出てないから。そうだよ、自分のなんか家にあるもので、うん、なんか特別な器具とかは使わないわけでしょ。そうですね、もう何も使わないし、自分の体一つだけでできるので。いいね。はい、村雨さんは運動は運動、はい、運動はね一応聞いてみたんです。待ってね、今絞り出すから絶対なんかあるから。でもよく歩いてますよね。よくすれ違うんですよね、私たち。そうだね、はい、ちょうど出社する時間と帰宅する時間が同じだから、はい、すれ違うよね。よく歩いてるのは見かけるんですそうだね、歩いてる、はい、あ、でも出社した時に、はい、1階からそのアナウンス部のある5階まで、なるべく階段は使うようにしてる。なるべくね。すごい、それエレベーターを使っていないということですよね。たまに使ってるけど。でも5階までって結構息上がりません？結構ある。すごい。あとなんか階段にここまで登れば何キロカロリー消費って書いてあるんですよね。書いてあるね。あれ結構こう頑張れる。モチベーションになるから。